はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、AKB グループがですね、なんとですね、AKB のメンバーとですね、デートできるというですね、デートチケットを販売するということを始めてですね、それが大きな批判を呼びですね、急遽名前を変更するということが起きたんですね。はい。今回の動画はですね、それは一体どういう経緯、どういう風な詳細なのかっていうことですね。はい。そしてですね、そこからわかる AKB48 グループの現在の勢いのなさということについて僕なりに話していきたいと思います。まずですね、詳細を話していきますと、このですね、デートチケットというのは何かというとですね、AKB グループがですね、この度舞台をやることが決定しているんですね。うん。で、その舞台というのは2019年のですね、11月9日から始まる舞台なんですけども、まあ言ってみたらですね、その舞台を、ね、見る前に、そうですね、日替わりメンバーと一緒にですね、そのデート、まずデート券を買いますと、そのデートチケットを買うと何が起きるかっていうと、その日替わりメンバーというのがいて、その日替わりメンバーと、まあ、待ち合わせするらしいんですね。待ち合わせ。うん。近くのところで。で、待ち合わせして、で、一緒に舞台を見れるっていうですね、のがデートチケットのですね、一連の流れになってるんですね。うん。で、その後ですね、まあ、出演メンバーと面会できるとかね、まあ、そういう特典もあるみたいなんですけど、まあ、一番のですね、特徴は、この日替わりメンバーと待ち合わせしてデート気分で行きますよ、みたいなね、ことらしいんですね。うん。でですね、それのですね、まあ、紹介といいますか、まあ、歌い文句としては、ね、メンバーと触れ合えるとかね、その恋人気分が味わえるみたいなね、そういうことを推してるわけなんですね。うん。でですね、まあ、実際にですね、そのデートに参加できるのは何かっていうと、まあ、抽選で選ばれた、まあね、全員ってわけじゃないですからね、抽選で選ばれた100人がですね、そのデートに参加できるということなんですね。うん。でですね、それが発表したにもかかわらず、まあ、ね、言ってみたらあれですよね、もう山口真央さんの一件とかもね、まだちゃんと解決してないのに、そういうふうにファンと触れ合うとかね、デート気分だとかそういうことをすると、また勘違いしてね、何かしらのね、行動を起こしてしまう人がいるかもしれないし、ね、ね、最近のですね、そういう流れちゃんと見て考えてるみたいなことでですね、まあ言ってみたら炎上したわけですね。うん。で、その結果ですね、その、まあ、ファンと触れ合える、恋人気分が味わえるデートチケット販売っていう風な、まあ、その、歌い文からですね、そのメンバー応援企画みたいな感じで名前を変更するということが起きたんですね。はい。でですね、まあ、それが詳細なわけなんですけども、僕がですね、これを見たとき思ったことは何かというとですね、あ、なんか AKB って本当に勢いが落ちてきたっていうのは、如実にこういうところからも出てきてるんだなって思ったんですよね。うん。やっぱり僕思うんですけど、AKB48 っていうのは、この握手会というもののシステムを発明したですね、まあ、アイドル界においてのパイオニアですよね、本当に、まず。うん。で、秋元康さんが、この会いに行けるアイドルっていう新しいですね、アイドルの形、コンセプトでそれで発表して、それがですね、言ってみたらアイドル界のスタンダードになりましたよね。うん。やっぱりその秋元康さんがこういったシステムを作るまで握手会とかそういうシステムは一切なかったですもんね。うん。CD を1枚買えば握手券がついてて、それでメンバーと握手して喋れるみたいなね。うん。で、やっぱりこの方法っていうのはですね、まあとんでもない発明でしたから、いろんなアイドルがやり始めましたよね。うん。もう本当に漏れなくてくらいみんなやり始めたじゃないですか。ね。でですね、やっぱりこれって、その売れてないアイドルほど、ちょっとこう直接的なね、うん、要は握手以上のですね、サービスをですね、そこに負荷。まあ乗っけるアイドルがですね、やっぱ増えてきたんですよね、その結果。うん。まあ、例えばですけど、100枚買ったらね、メンバーと食事に行けるとか、500枚買ったら、なんだろうな、二人っきりで、なんか個室で、なんかデート的なことできるとかね、うん。そういったですね、その握手会のパターンをさらにですね、こう特化させたというか、うん、乗っけたようなですね、そういったですね、そのチケット販売といいますか、うん、要は CD を売るための販売といいます、方法といいますかね、そういう方法をするアイドルもやっぱり出てきたことも事実なわけなんですよ。うん。やっぱでも、ただですね、やっぱそういう方法をしてるアイドルほど、やっぱなかなか売れてないアイドルにね、やっぱ多かったんですね。売れてるアイドルほど、まあ言ってもね、握手券だけとかね、まあもしくは、チェキ会みたいなね、一緒に写真撮るとかそれくらいですよね。うん。やっぱ売れてないアイドルほどそういったですね、ハグ会だったりとかね、今言ったご飯一緒に食べ行ける件とか、うん、そういったですね、直接的な方法っていうんですが、直接的な言葉、直接的な方法っていうんですかね、うん。そういうのを、やっぱり売れてない人ほどしてたんですね。うん。だから言ってみたら AKB 関連なんて本当に握手会しかしないというね、基本的には。うん。要は言ってみたら横綱相撲ですよね。横綱相撲。うん。ね。変にはしゃいだりね、変にですね、焦ったりせずに横綱相撲でずっと戦ってきたわけですよ。うん。ただですね、そんな AKB グループも、やっぱ最近ね、ちょっと勢いが落ちてるっていうのは事実だと思うんですね。うん。まあ、言ってもですね、坂道系グループの方に移ったって言った方がね、わかりやすいかな。うん。やっぱりですね、その乃木坂だったりとか、欅坂だったりとか、
とかね、日向坂だったりとか、そのあたりの勢いが半端ないじゃないですか。半端じゃないですよね、本当に。で、それに比べて言えばどうしても AKB 関連のグループ、もう AKB をですね、ピラミッドとするですね、まあ、SK とか NMB もその辺も全部含めてですけど、やっぱ明らかにですね、勢いがなくなってしまっているというのは事実なわけですよ。やっぱいつかの一番勢いがあった頃、多分あれなんじゃないですかね、そう、一般的な目で考えても、あれ、ジャンケン大会ですかね、なんかジャンケン大会というか、総選挙とかが、ゴールデンタイムで放送されてた時ですかね。あの頃がですね、やっぱりすごい勢いがあったなって思うんですよね。なんかあの頃って、もう総選挙は毎年ね、テレビ、ゴールデンタイムでやるのが、なんか当然みたいな時期ってありましたよね。2年か3年くらいかな。で、最初の年かその次くらいの年にすごい高視聴率も取って、そのですね、結果がですね、次の日朝のですね、テレビニュースとかでめちゃくちゃバンバン放送されたのがね、総選挙1位は誰々みたいな感じでね。いや、言ってみたら、こう、国民的行事みたいな流れにしようとしてるっていうのがですね、すごくよくわかりますよね。で、実際問題は国民的行事になりかけてた気もしますし、ただですね、あれやっぱり年々視聴率が落ちていったりとかして、結局テレビでは放映されなくなってしまってとかね、まあ、そのあたりから軽く限りは見えてたと思うんですけど、やっぱりですね、ちょっとそれが最近加速度的になっているっていうのはですね、やっぱり否めないと思うんですね。だからこそ、まあ言ってみたら、先ほども言いましたけど、AKB48 っていうのは今まで横綱相撲だと。ね。ひたすらそれだけね、堂々とね、握手会っていう戦法だけで良かったにもかかわらず、こういう風に勢いがなくなってきちゃうと、まあ言ってみたらですね、そのデートチケット販売みたいなね、直接的な方法、直接的な歌い文句に走らないといけなくなってしまったんじゃないかなって僕は思うんですね。ねえ、まあ言ってみたらね、横綱相撲でね、堂々と戦ってたアイドル、AKB48 グループが、ちょっとこう、小技っていうんですか？ね。なんだろうな、猫魂とかね、パーンってね、猫魂とかね、そういったですね、小技本を絡めないといけなくなってしまったっていう時期に来てしまってるということがですね、今回の件ですごい如実にわかると僕はね、思います。はい。で、ただですね、そのね、デートって言ってもね、先ほど言いましたけど100人ですかね、100人、抽選で選ばれた100人と、まあ、待ち合わせして一緒に会場に行くってわけですから、まあそこまでね、なんていうのかな、そのデートらしいデート、まあ言ってみたらデートって聞くとですよ、なんか肩組んだりね、なんかね、手繋いだり、二人でイチャイチャ喋りながらね、一緒に行くみたいなイメージあるかもしれませんけど、そういうわけではないですからね。まあ100人とデートですから、まあどっちかって言ったらその100人の団体を引き連れて歩くみたいなね、なんていうのか、こう、バスガイド的と言いますか。そういったですね、イメージで、まあ、運営側はね、やってるつもりだったと思うんですよ。まあ、実際そういうイメージ、雰囲気になるでしょうし、ただですね、やっぱりその、歌い文句として、メンバーと恋人気分が味わえる、メンバーと触れ合える、デートチケット販売、みたいなね、そういった、こうね、下水と言いますかね、なんかこう、直接的すぎる表現と言いますか、そういった表現をするってことがですね、まあ、今のですね、もう、なんていうか、没落ぶりというんですか、そういうのを表してるんじゃないかなと思いますね。多分そういう風に直接的な言葉を使うことによって、チケットを買わせようとしてるわけじゃないですか。ね、実際問題は100人、100対1ですからね。デートらしいデートでは全然ないはずなんですよ。でもそれを、さもですね、デートができるよ、恋人気分が味わえるよ、みたいな言い方にするっていうところがですね、まあ本当にね、なんとかそうでもしないと、みたいなね。そうでもしてなんとかチケットを、みたいなね。そういうですね、こう、今のですね、まあ情けなさっていうんですか。そういうものがですね、僕はなんか見えるなっていう風に思いますね。まあ確かにですね、やっぱり、その日向坂とかそういうですね、坂道系に比べて、最近はですね、なんかこう、これっていうエースとかいませんしね。なんかその AKB って昔神セブンとかいたりとかね。もしくはですね、絶対的な存在とかいたわけじゃないですか。要はアイドルに興味ない人も知ってるっていう状態だったわけですよね。そこがですね、やっぱ当時の凄さだったんですよ。やっぱりファンが知ってるっていうのはこれ当たり前ですから、だってファンなんですよ。応援してるんですよ。でもやっぱり何がすごいか、何が真のブレイクかっていうと、そう、興味がない人も知ってるってここなんですよね。これがなってる時っていうのはやっぱ一番すごい状態なわけですよ。例えばですけど、神セブン、先ほど言いました神セブンの話ですけどね、別にアイドルに興味ない、別にね、 AKB の CD なんて買ってないっていう人でも神セブンをスラ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 って言える時代あったわけじゃないですか。で、それに対して今っていうのは、じゃあ AKB グループ誰がいるとも人気ある子言ってみてってなった時に、ファンはですよ、ファンはスラスラスラって言いますけど、別にアイドルに対して興味ない、 AKB を追いかけてない人っていうのは多分もう一人も言えないとかね、一人か二人しか言えないっていう現状が今だと思うんですよ。で、それっていうのがまさに分かりやすいですね。まあ、勢いのなさっていうことをですね、表してるわけですね。興味がある人は知ってて当たり前ですから、興味がない人でも知ってるっていう状態がブレイクって言えるんじゃないかなって僕は思うんですよね。
ね、そう考えるとやっぱり当時はすごかったですもんね。あの総選挙の時とかね、学校とかね、多分会社とかでもそういう話あったんじゃないですか。なんかね、その昼間ね、今日総選挙だねみたいなね、明日総選挙だね、誰が意地になると思う、いや俺はなんとかだと思う、いや俺はなんとかだよみたいなねことをですね、別に AKB を普段追っかけてない人もその時期になると喋ってたみたいなね、うん、まさに国民行事と言いますか、うん、そういった流れがね当時はありましたから、やっぱそう考えるとね、そこからまとはいえまだまだね CD とかもガンガン売れてますし、 AKB48 本当にうんね、本当の意味で、ね、没落したわけではないですよ、凋落したわけじゃないですよ、本当の意味でね。とはいえやっぱりね、焦りは今あるんじゃないかなっていうのはね、あ、今回のですね、こういう歌い文句、デートチケットを直接触れ合えるメンバーと恋人気分が味わえるよみたいなね、こういう直接的な販売をするあたりに今出ちゃってるんじゃないかなっていうふうに僕は思うというお話です。はい、まあ、そんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。